こんにちは。今日はですね、重い馬を動かすにはどうしたらいいのかっていうところと、いただいた質問で、ムチを使うタイミングがわかりませんっていうのがあったので、それもお伝えしていこうかなと思います。その2点をお答えするにあたって、今日は、持田博之先生が書いた、ホースマンシップの本を、使って、説明していこうかなと思います。で、この本の扶助と潤化ですね、っていうところを、理解していただければ、なんで自分が乗ったとき、指導員乗ったときは動くのに、自分が乗ったときは動かなくなっていくんだろうっていうのが、わかると思います。はい、じゃあ、潤化と扶助についてちょっと説明していきたいと思いますね。で、潤化っていうのは何かって言ったら、馬に、これは怖いものじゃなくて、反応しなくていいんだよ、っていうのを教えます。例えば、ブラシですね。ブラシを、顔にブラシしようとした時に、馬が頭ガーってびっくりしてあげちゃうと。で、それに対して、そのブラシは怖いものじゃないよって教えるために、の方法です。潤化っていうのは。後でどうやって怖くないよって教えるのかっていうのはお伝えしていきますね。で、扶助っていうのは、例えば、馬にこう、波足してほしいとか、早足してほしいとか、バックしてほしいとか。なんか馬に、こう、私の合図によって馬に反応してほしい、動いてほしいって時に使うものが扶助ですね。潤滑と扶助をする時の、合図の違いですね。をちょっと説明していきたいと思います。内面ですね、メンタル。気持ち。ですね。馬に対する気持ちっていうのは、潤化の時はオフです。オフって何かっていうと、こう、リラックスしてるとか、あまり馬にこう、意識向けてない状態ですね。明日のこと考えてたりとか、今日のお昼ご飯考えてるぐらいのレベルの意識ですね。で、扶助の場合は、内面オンにします。で、このオンって何かって言ったら、ちょっと遠くに、子供がいるとして、で、その子供が、崖から落ちそうなってるとしますね。で、子供は気づいてないんですよ。で、私が、その子供に、それ以上前に行ったらあかんで、って言いたいんですけど、声は出せない状態。だから目線だけとか、それ以上行ったらあかんって、こう目合ってる時に、その子と目合ってる時に、その目でその子にそれ以上前に行ったらあかん。それ以上行ったら崖やで、死んじゃうでっていうのを伝える時の感じ。わ かるかな？ なんかこう、ここら辺のものをこう上げる感じ。わ かります？なんかこう、なんかね、血のぼす感じ。血のぼらせる感じ。頭の中の血をフィヨーってのばらす感じが、内面オンって状態です。メンタル上げるみたいな感じ。はい。で、刺激の強さなんですけど、強さは一定ですね。循環の場合は一定で、で、扶助の場合はだんだん強くしていきます。で、リズムなんですけど、リズムは一定です。その刺激のリズムは一定ですると循環になります。逆に、で、ダダダって速くするっていうのが扶助です。で、角度、刺激を馬に当てる角度は、持田さんの本ではこう包み込むようにみたいな感じで言ってるんですけど、こう柔らかい感じですね。柔らかく当てる感じ。で、扶助はちょっと鋭角な感じですね。鋭く当てます。馬にね。まあ、下になんか絵描いてるんですけど、こんな感じ。で、潤化は、内面はオフで、刺激の強さは一定、リズムも一定、で、角度は柔らかくって感じですね。じゃあ、さっきのブラシで、ブラシについてですね、馬の顔にブラシをしようとしたときに驚いちゃった場合、馬が頭上げちゃった場合、じゃあこれを、このブラシは、怖くないものですよっていうのを教えるためには、じゃあ内面はオフにしますね。オフ。なんか、日頃の、なんか、わかんない。なんか、リラックスしときます。
で、肩もすぼめて、深い呼吸にしときます。で、強さですね。この刺激を、いや、これが怖くないよって伝えるためには、一定の強さですね。一定の強さで、一定のリズムと一定の強さで、馬の顔に、顔の、まあ、いきなり顔に当てたらダメだから、顔の少しそばでこういう感じで振りますね。で、馬が、怖がってる時って、うわーってなってるじゃないですか。で、これずっとやってたら、一定のリズムで一定の強さで、こういう風にやってたら、馬って、だんだんこう、あ、落ち着いていいんや、みたいな感じで、だんだん頭下げたりとかして、ちょっとリラックスするんです。で、リラックスした瞬間にやめます。で、そうすると馬は、あ、この、なんだろう、ブラシっていうものは、怖くないものなんやって理解するんですね。はい、じゃあ次、駆除は、駆除の説明はですね、こう、騎乗時に、馬に乗っているときに、する合図で説明していきたいと思います。こちら見てもらったら、まず最初乗ってるときに、例えば歩いてる馬に乗っているときに、馬に早足してほしいとします。最初内面意識ですね。早足してって思います。早足っていうよりも、後ろ足動いてってまず思いましょう。で、後ろ足動いてねって思った後にふくらはぎ圧迫して、それでもダメだったらかかと当てる。で、かかと当ててもダメだったらかかとでドンって打つ。それでもダメだったら無知っていう形ですね。で、だんだん、さっきの、駆除の、あれに戻りますけど、内面はオンですね。こう、意識を馬の友ですね。動いてほしいところに意識をぐっとフォーカスします。フォーカスします。で、強さはだんだん強くしていくんですよね。で、リズムは速く。だんだん速く。ダダダダって感じです。さっきの循環がトーントーントーンって感じだったら、駆除はタタ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 タって感じです。はい、じゃあ、ここで。重い馬の動かし方ですね。まず、重い馬っていうのはいないんですね。重いっていうのはこう、反応が鈍いってことですね。鈍い馬に人がさせてしまってるってことなんですね。で、じゃあ、乗ってる人が重くさせてしまってる。反応しないようにさせてしまってるのがこちらですね。かかと当てる。例えば、かかと当ててくださいって指導員に言われてかかと当てますよね。で、動かなかったらどんどん蹴ってくださいって言うんですけど、やってるつもりだけど、乗ってる人はかかと当てるっていうのを、一定の強さで、一定のリズムで、やっちゃってる。トン、トン、トン、これ何かって言ったら、さっきの、順化ですよね。多分ね、このトン、で、馬がだんだん重くなってるとか鈍くしてしまってる人、動かせれない人っていうのは、内面が、まずこう、なんだろう。なんか、ちょっと馬に遠慮してるところがあったりとかするかもしれないですね。で、あとは強さも一定になっちゃってて、リズムも一定で、ことになっちゃうと、これ循環ですね。循環何かって言ったら、怖いものじゃなくて反応していいよって教えるってことですよね。これが、まあ、一つの理由ですね。で、もう一つの理由。で、無知も使ったりとか、例えばだんだん強く合図してるよって言ってる人でも、これね、結構やりがちなパターンですね。順序は守ってるんですよ。だんだん強くするっていうのは守ってるんですけど、リズムが一定なんですよね。ふくらはぎ圧迫、かかとを当てる、かかとを打つ、ムチっていうのが、ふくらはぎ圧迫、かかとを当てる、かかとを打つ、ムチみたいな。タン、タン、タン、もうちょっと早くてもいいかも。タン、タン、タン、タン。まあ、こういう一定のリズムだと、これも若干循環につながりますね。なんでかって言ったら、このふくらはぎ圧迫かかと当てるの間に OK があるんですよ。ふくらはぎ圧迫してもし反応してなかった。で、次かかと当てるまで OK って言ってるんですね。で、次かかと当てるってまた、
ちょっと、なんだろう、強さは強いんですけど、馬はそこで動かなかったとしたら、また OK 出してるんですよね。かかとを打つまでに。この間ですね、合図と合図の間に OK が出ちゃってるから、その動いてない馬に対して OK、OK。そう、だんだん強くしても。そう、OK、OK。だからね、その強さは、まあ、もちろん必要なんですけど、このリズムってすごい大事だと思います。一定のリズムでやっちゃってるパターン。ですね。うん。なんか馬にやってほしい、動いてほしい、反応してほしいなら、合図を出してから2秒以内に絶対させなきゃいけないんですね。で、2秒以内にしないと、一番最初の優しい合図を馬は忘れちゃってるわけですよね。ただ単に多分足の合図で使ってる方とかはいると思うんですけど、やっぱり上手な人ってこの合図でこうなってほしいっていうルールが明確なんですよね。だからそうなってなかった場合はただただって浮上を使ってですね、だんだん合図強くしていきます。反応してへんな、ネチネチネチじゃなくて、反応しなかった場合はただただって浮上ですね、合図を強めていって、強さもリズムをダダダって強めていって、馬がやってくれた瞬間にリリースしますね。で、それを5秒とか10秒かけてしまうとだんだん重くなっちゃいます、馬が。結構やりがちなのが、いや、馬が動いてくれてるんだけどリリースできてないパターン。これも馬が動いてくれたのにリリースしてないと、これも反応しなくなっていきます。結局何がいいのかわからない。人が OK って言ってくれないと何がいいのかわからないからっていうところですね。だから、結構指示ばっかりになっちゃってて、OK 出せてますかって。グッドって思っ、もう心の中で、ああ、行こうって思うだけでもそれ全然伝わってるんで、自分の合図に対して反応してくれ、2秒以内に反応させて、反応してくれたなら、ちゃんと褒めてあげる。で、そうすると、一番優しい理想の浮上で馬が動くようになっていきます。はい。ここまでで重い馬の説明になったかな。基本的に人が一定のリズムで、一定の強さで、合図していると、それは順化なので、反応しなくなるので、重い馬になります。鈍い馬になります。無知を使うタイミングなんですけど、だんだん、まあ、浮上、今の説明通り、浮上って言って、だんだん強くしていくんですけど、その、かかと当てたり、かかとで蹴ったりした時に、自分のバランスがもう崩れるんだったら、無知行った方がいいと思います。こう、だんだん強くしていく時に、人のバランスが崩れてしまうと、人のバランス崩れたことによって、馬も動かなくなっちゃうので、もうこれ以上足の強い合図を使ってしまうと、自分がバランス崩すわっていうところでムチ打ちます。か、もしくは、重い馬を敏感にしたいときっていうのは、この順番を少し端折ります。ふくらはぎ圧迫、かかと当たる、かかとを打つっていうのはちょっと端折ってムチとか。だからあまりにも人に意識ない馬に対して、多分短弁、質問者さんは多分短弁だと思うんですけど、短弁をパシって、あれは音なんで、音による刺激なんで、こう、ちょっと集中させて、してね、みたいな。自分の、私の合図に対して集中しなきゃいけないよっていう時に、ムチ使ったりするんで、そういう時っていうのは、ふくらはぎ圧迫の後にムチとかでもいいかもしれないし、いきなりムチは絶対ダメですね。必ず優しい合図からっていうところで。だから、指導員さんがムチっていうタイミングっていうのは、馬が自分に意識ない状態、例えば、ふくらはぎの優しい合図でも反応してない状態なんだっていうのを体で感じてもらって、この指導員さんにムチって言われる前に、あ、ちょっと反応してない、やばいって思ってムチ使う方がいいかなと思います。で、ムチの持ち方は、もう練習するのみだと思うので、指導員さんに聞いて練習してみてください。だからムチ打つタイミングっていうのは、まあ、この浮上の表を見てもらったらわかるかなと思います。はい。どうだろう。こんな感じで。いいのかな。自分が、あ、今こういうことをしていたから、循環になっちゃったんだなとか、循環になって反応してないんだなとか、あ、浮上ちゃんとうまく使えてないな、だから動かないんだなとか、
なんか、そういうところを、分かってもらえるだけでも、馬の理解が深まって、たくさん褒める回数が増えると思います。